はい、ライブを始めます。東京から利休ことがわとルイス玲子さんと一緒にやる、ちょっとこれ読めないんだけど、また後で玲子さんにも説明してもらいますが、エイジングは物語、抱きしめるように年を重ねたいという思いで、海外に暮らす日本人の方々の高齢期、あるいは日本にいらっしゃる親の、介護、親の高齢期をどういうふうに対応していくかということを大きなテーマとして、ライブをスタートしておりますので、参考にしていただければというふうに思います。エイジングは物語、抱きしめるように年を重ねたいというテーマのライブになります。じゃあ玲子さんをお呼びします。はい、日本は今9時です。玲子さん、おはようございますですけど、ハワイは今何時ですか？2時です。午後の2時。ただし前日なので、土曜日です。土曜日ですよね。はい。日本は10月22日日曜日の午前9時、ハワイは21日土曜日の午後2時。こういうことができる時代になったので嬉しいですよね。はい。はい。じゃあちょっと私の方から自己紹介をさせていただきますが、日本で、介護の仕事をしております小川利休ですが、今は老人ホームなどの経営コンサルをしながら、あるいは介護選びのご相談を受けたまま、単なる介護相談ということじゃなくて、介護の選び方というものをしっかりご自身で判断できるサポートという意味で、介護選びのご相談という言い方をしています。こういったところで悩んでいる方も多いということで、私は今日は東京から、ライブに参加をしています。じゃあ玲子さん、自己紹介お願いしますね。はい、皆さんこんにちは、おはようございます。ホノルル在住の、合衆国認定の、インテリアデザイナーをさせていただいておりますルイス玲子と言います。安全性があり快適に暮らせる空間ということだけではなく、ウェルビーイングといいますか、精神的な応援も含めて、尊厳のある皆さんの背中を押していけるようなスペース作りを目指して、インテリアデザイナーをさせていただいています。その中でもちろんシニアの、住居というのが私のメインテーマでもございまして、もうすぐ92になろうという母と一緒に、穏やかですかね、穏やかに健やかに暮らさせていただいております。本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。でね、ちょっと今これ見ていただいて、ちょっと僕さっき発音の練習してできなかったんだけど、エンブレッシングエンブレッシングでいいですか？エンブレーシング、ブレーシング。エンブレーシング、エンブレーシングというテーマを、テーマって言いますか、言葉をここに育てていこうというか、広めていこうということで、僕らのこの、これから伝えたいことを、このエンブレーシング、エンブレーシング、エンブレーシングエイジングライブでいいですかね。はい。抱きしめるように年を重ねたい。でサブタイトル、エイジングは物語である。また変わるかもしれません。第1回目はマチュアエイジング、成熟した年の重ね方みたいなイメージでやったんですが、ちょっといろいろ話し合って変えたということです。ちょっともう一度玲子さん発音してもらっていいですか？エンブレーシングエイジング、エンブレーシングエイジング。これは今これからね、話し合ってこの深めていくとしても、玲子さんのこのエンブレッシングっていう言葉に託す思いっていうのはどういうふうになるんですかね？日々を大切にしながら、自分自身、それから周りの方、もちろんご家族とかご友人の方を抱きしめるっていうように、過ごしていくっていうこともありますし、一方でご自身もご自分自身も大事に抱きしめるように年を重ねていってほしいという思いを含めて、どういうタイトルにしようかなっていうふうに考えた時に、このタイトルはいいんじゃないかなというふうに思いまして、
おばあさんと話し合って、利休さんと話し合って、こういうふうにしたらどうかなっていうのをご提案させていただいたんですけれど。ね、いや僕もね、これ聞いていいなと思っていてね、この自分、この日本でいうと、法要っていうね、あのエンブレッシングっていうのを検索していくと、法要って出てくるんですけど、抱きしめること、法要。でこの自分自身を抱きしめるということはね、ちょっとあの心理学的によく言われるのが自己肯定感、自分というものをもっと認めていいんだよというような意味合いでこう始まっていくんじゃないかと思うんですよね。おっしゃる通りだと思います。でもこの年を取ることって、僕も66ですけど、玲子さんの年齢は僕聞かないけどさ年、まあはい、を隠して生きていく時代でもないなと思いつつも、ここにためらいがあるのは日本的にね、この年を重ねるっていうことがなんかあまりいいことじゃないよねっていうのがどうしても根付いてる価値観があるじゃないですか。あの、うん、日本の文化ってやはりあのなんていうのかな、まあ、ある意味で自分をいじめるでもないですけど、自己肯定をすることが難しい文化だって私は思うんですよね。で私自身海外で暮らしてみると、そうやはり自己肯定感を持つことがとても難しいなっていうふうに周りから見てもそういうふうに思いますし、だから特に年を取るごとにそういうのを感じられてるんじゃないかなって言って思ってるんですけど、これは何、あの今玲子さんはハワイにいらっしゃるけど、日本と比較すると日本人の方が自己肯定感を持ちにくいですか？やっぱり持ちにくいと思いますね。すごく持ちにくいと思いますね。それどういう文化なんだろう。あの自慢しちゃいけないとか、常にあの謙虚であれとか、うん、確かにそういう教育受けてきたよね。そうですね。だから曖昧に、曖昧な日本人っていうあれがあるじゃないですか。だから海外でよく聞くのは、日本人ってハンブルだよねって。ハンブルっていうのはすごくあの腰が低くて自分をこう卑下するような感じの、あのまあ悪く言うと卑下してしまうんですけど、すごく腰が低いよねって、いい意味でも悪い意味でも、ハンブルだねっていうのはいい意味でも悪い意味でも使うんですけど、悪い意味で使われる時っていうのは、その自己肯定感がないとかそういうような感じの意味合いになってくる。そう、例えばさ、あの奥深いなと思いながら聞いてるんだけど、例えばニトベイナゾーって僕大好きでね、ニトベイナゾーがこの日本の人の魂とか考え方精神をアメリカの人に伝える時に武士道っていうものを変えたじゃないですか。だからこうなんだろう、武士道とはあの自分を殺して他人のためになるとかね、そういう美学があるじゃないですか。で今のやつで言うと自己肯定感、これ心理学的に言うと自己肯定感を犠牲にして他者のためになるみたいなことがどうしても優先されるようなところってあるよね、日本って、ね、はい、そうですね。あと周りと足並みを揃えなければいけない。だから自分がいいところが仮にあったとしても、周りと足並みを揃えるとその部分を殺さなければいけなかったりとか、それからあと、うん、私があの見てて思うのは、いくつになったら何々をやらなきゃいけないっていう社会的通念とか規範とかそういうのがものすごくあるので、その辺でもやっぱり自己肯定感を持ちにくいっていうのも多分関係があると思いますね。なるほどね。それって逆に言えばアメリカとかハワイはちょっと違うんですか、やっぱり。アメリカっていうのはどちらかというと自己主張の国ですので、あまりそれが過ぎても私はあの心地よくないんですけれども、あの、うん、自分の国を愛し自分自身を愛し自分を肯定し自分を誇示するっていうのがやはりあの文化の中にあるのでね、うん、あのだからそういう意味ではあの、まあ、それもいいところと悪いところと、まあ、申し上げているようにありますけれども、
そうですね、やはりそういう文化ですね、やっぱりね。だから反対に言うと他人と競わなきゃいけない、西部の開拓時代から競わなければいけなかった、そういう中で自己主張をしていかなければ生きていけないっていうのも多分あったんだと思うんですけど。そうだね、まあどっちがいいとか悪いとかいうよりもね、やっぱりこう文化的な背景とか歴史的な背景があるからね、こう自己主張していかないと生きていけない自然環境とか国の風土とかあるじゃないですか。でも日本ってそうみんなと同じじゃないといけないとかね、そういう教育とかそういう文化がなぜかあったからね、そうじゃないとこう争いが起きちゃうみたいなさ、そういう歴史とか文化的背景を受け止めながら、自己肯定感か、奥が深いねこれね。そうですね、確かにそうですね。でそれだからまあ年を取ってくるともっと、なんていうのかしら、いろいろと過去の自分の失敗とかそういうのがなんていうのかしら、全員が全員高潔に素晴らしい人生を歩むっていうことは 100% ないので、だからそうすると何らかの自分の過去の失敗とかそういうのが年を振るごとにだんだん増えていき、そうすると振り返った時にね、やっぱり自己肯定感を持つっていうのが余計難しいかなというふうに思ったりもしますし、だからある程度どこで自分に折り合いをつけて自分を愛していくのかっていうことにも関わってくるとは思うんですけど、そうだね、やっぱこれね、年を取るっていうね、まあ、エイジングの絡みの中で、まあ、日本でいうと高度経済成長期、例えばアメリカに渡ってビジネス成功させるんだとか自分の夢を達成するんだというふうに思ってた時期とさ、ある程度それを経てもう一度振り返るときに自分って何だろうっていうのがちょっと違うような気がするんだよね、やっぱね。うん、こうまあ、ある意味成熟してきてるし、もう一度振り返ってしまうみたいなね、ここがさ教育として形になってないような気がするんですよ僕。だからそこを議論する機会もなければ学びに行く学校もないし、でそんなこと聞いてくれる人がいるかどうかさえ分かんないじゃない。でもそこをさちゃんとこう経ていかないとえらいことになっちゃうんじゃないかって気がちょっとするんですよ、実言うと立場的にも介護の仕事をしてるだけにね。どういう時にお感じになられるんですか、介護の仕事の中で。まあ、介護例えば介護が始まる時、あるいは老人ホームに入居する時っていうのが夢じゃないんだよね。全身じゃなくて交代のような、要は役割の喪失みたいなね、本当行きたい場所じゃないけどここにしかここに行かないと家族に迷惑かけるとか生きていけないとか、そういう事情で作られてきた介護とか老人ホームの世界があるから、で僕は特別養護老人ホームっていう施設の施設長を十数年日本でやってましたけど、多くのお年寄り入居者にこう言われたんですよ、施設長さん殺してほしい、あるいは施設長さんもう死にたいのでご飯もいらない、こっから始まるサービスって結構辛いんですよ。辛いですね。なぜこう思っちゃったんだろうっていうね。でもそれは現実で分かるわけですよ、そりゃそうだろうなっていう。だから老人ホームの役割って何だろうっていうのを考えながら、この人たちの生活を、まあ、サポートさせていただく時にどういう心構えだとか何を目指したらいいんだろうとかいうのが分かんなくなってくるんですよ。だから制度的に言えばそういうこと書いてなくて、トイレに
おむつ交換してくださいとか、お風呂に入れてください、食事介助してくださいっていう、この技術とか作業の手順は書いてあるけど、あ、書いてない、高齢者の尊厳を守りなさいって書いてあるんですね。だから、おじいちゃんおばあちゃんに対して、おじいちゃんなんとかかんとかでって赤ちゃん言葉で話しかけたりとかね、私そういうのすごく嫌なんですけど、尊厳を考えないっていうか、だからその辺が私にとっても、だから今日も実はね、前にお宅を作りしたお客様とお目にかかった時に、レイコのやってるエイジンインプレイス、自宅の中に安全な場所を作るっていうのは、ただグラブバーとか、それからあとウォークインシャワーって言って段差のないシャワーを作ったりする以外にどういうことがあるのって言って聞かれたんですけど、でその時にやっぱり私が一番言いたかったことは、もちろんその安全で心地よい場所を作ることはもちろん、もうそれはもう当然あらなければいけないことだけど、精神的に皆さん、年老いていくってことはすごく不安なことだし、なんていうのかな、これから死ぬかもしれないと思う時に不安だしって、そういうその不安を少しでも解消できるような、で尊厳を保てるような、前向きに生きていけるスペースを作って差し上げたいっていうことを今日の朝言ってきたばっかりなんですけど、多分介護施設もそうだと思いますし、前向きに生きられる、尊厳を保てるような場所づくりをするっていうことは、あるいはシステムを作るっていうことは、とってもこれからの介護で必要なことじゃないかなと思うんですけどね。そうだよね。だから介護って言葉自体がネガティブな要素が含んでるからね、その介護の価値も変えなくちゃいけないと思いつつ、この人間の尊厳ってなんだろうっていうね、確かに書いてあるんですよ、老人福祉法、介護保険法に、高齢者の老人かな、老人の尊厳を守れ、で尊厳を守らなければ法律違反になっちゃうんですよ、僕らは。で具体的に言うとね、身体拘束って分かります？勝手に動いちゃうから鍵かけるとか、ベッドから落ちないように柵をつける、行動の制限をかけるっていうのは身体拘束で、もう一つがね、虐待、ベッドに貼り付けたりとか、そういうことですよね。そうそう、身体拘束の次に来るのが虐待じゃないですか、叩いたり、それから経済的な虐待もね、お金を、預かってるけど奪い取ってるみたいなさ、経済的な虐待、それから言葉の虐待もあるでしょ、黙ってろ、うるさいとかいうような言葉の虐待もあるし、だからそういうことも最悪起きるから、人間の尊厳、身体拘束、虐待っていうのが法律的な流れです。厳しい制限を受けているけど、その中でやっぱ起きちゃうわけですよ、なぜか。老人ホームだけじゃなくて地域社会でもあるよね、きっとね。そうですね。お年寄りが、ハワイってお年寄りが住みやすい街なんですか、ところで。あ、住みやすいですね。今日お目にかかった方も、ご主人がもうすでに、介護施設にいらっしゃるんだけど、みんな同居してらっしゃる方が100を超えてるんですよね。だからすごく長生きだし、それにあと皆さん結構楽しんで人生を楽しまれて生きてらっしゃる方が多いので、それなりに老人ホーム、高齢者住宅、日本は区分があるんですけど、はい、それはハワイのやっぱ介護が必要な人がたくさん住んでるような施設なんですか？そうですね。いろいろと、こちらにもいろいろと施設あるんですけど、たくさんの方が住んでらっしゃるとこ、一番有名なところはカハラヌイというところなんですけど、今日伺ったところによると7年間のウェイティングリストなんですって。だから入るのが大変、だからそういう意味で少し小さめの介護施設っていうか、
まあお年寄りが暮らしながら、レジスタードナースとか、だからちゃんとした看護婦さんが何人か常駐してらっしゃってお世話をしてくださるとかね、そういうところがたくさん、小さなところがたくさんできてきてるので、で一方で在宅のお世話をしてくれる会社もいっぱいできてますし、あれで玲子さんは今インテリアデザイナーっていう方の、はい、合衆国のね、そういう多分資格も取られて、ウェルビーイングを目指す、住宅のデザインをするお手伝いをしてるんだけど、そういったところに行ってどういうお仕事があるんですか今日は。あ、ですから、お家をシニアのために改造したいっていうお客様を改造させていただいているんですけど、今いくつか2つぐらい住宅でそういうのを やらせていただいてますけど、グラバ 一組のお宅は、お母様がたまたまハワイの方なんだけど、日本に行った時にお怪我をされて、日本で腰の、リプレイスメント手術をされてこっちにお帰りになったんだけど、一刻も早く娘さんが自分の家に呼び寄せてっていうか、今お一人で暮らして時々伺ってるけど、早いとこ自分のうちに一緒に住まわせるような形にしたいということで、今改造をさせていただいているお宅と、それからあともう一つはシニアのカップルの方がお住まいのお宅を同様に改造をさせていただいています。だからバスルームからキッチンから全部ですね、そのお宅ね。やっぱかん特に住環境ね、住まいとしての建物構造も含めた設備とか空間っていうのは僕非常に大事だと思うんです。高齢期だからこそあまりこう変化が激しいと馴染むのに時間かかるとしてもね、まあ、自分で希望して作る分にはさいいと思うんだけどね。そういった時に何やっぱりあれでしょ、ご本人がどういうふうに生きてきたとか、で現状の身体状況がこうで、何が不便で何が困りごとで、でもじゃあでもこういうふうに生きていきたいからこういうデザインにしましょう、あるいはこういう、まあ、日本的に言うとバリアフリーとかユニバーサルデザインを導入していきましょうということをやるんですか。はい、ユニバーサルデザインの導入はもちろんなんですけど、やっぱり小川さんが時々おっしゃってる今日 のタイトルの中にも入ってますけど、物語をお家の、住宅の中に作る、それがすごく大切なんですよ。やっぱり心地よく住める環境っていうのは、自分の物語が何らかの形で具現化していないと心地よく暮らせないんです。自分の新しく作るんだけど、自分の物語性が何らかの形でやっぱり家のあちこちで見られるっていう風にして差し上げないと心地よく住めないので、それはすごく大事にしています。それ例えば具体的にこういう事例ってありましたよってのありますか。まあだから、自分の趣味が続けられるような場所、趣味ね、だから、洋裁を、まあ、うちの母の場合なんかは洋裁 と、私とか生徒さんと一緒にやるお茶の場所を作ってあげたりで、洋裁もだからなるべく長く続けられるような便宜を図ることになるんですね。例えば、アイロン台や何かもいちいち出してこなくていい、いつでもそのアイロンが簡単に出せるような位置にあるとか、それからミシンもミシンの高さやなんかも母の身長やなんかも考えて作るとか、それからあと照明ですよね。照明も母の手元のそのミシンが見やすいような感じで持って作ってあげたりとか、そういうなんて言うんでしょう、細かいことの集大成なんですけど、そういうことをすることによって少しでも彼女の生きがいであるところのお茶でも洋裁でも
長く続けられるようにということを配慮させていただいて作ったりとかしてます。そういうのは一つの例ですけれどもね。で、今やってるお宅で言うと、お嬢さんが一緒にお風呂っていうか、一緒にシャワー室に入らなきゃいけないので、今ある場所だととても2人では入れないので、じゃあどういうふうにやって少し大きくして入りやすいようにするか、まあその辺は便宜的なことですけれども、あとその自分の好きなものに囲まれるっていうことですかね。好きなデザインっていうことだけじゃなくて、好きなものに囲まれるっていうことですかね。大事に思っているものに囲まれるっていうことです、うん、まず高齢期の体の状態に合わせた機能っていうかね、それって非常に重要だと思うんですよ。結局車椅子が通れないから路上に入らなくちゃいけないとか、転んでしまって頭を打って骨折したから結果として自宅に戻れないとかいうことがどうしても起きちゃうじゃないですか。だから高齢期の身体状況に合わせて使いやすいお家に変えるということを、まあ、基本にしながらね。でも快適性ってちょっとそれだけじゃないよねってことだよね。だから先ほどから言ってるところのやっぱり尊厳とかね、それから自分が何に囲まれて生きていきたいか、それこそ抱きしめられるような、抱きしめる自分を抱きしめて置いていくっていうことだけじゃなくて、抱きしめられるようになんていうのかしら、暮らしていける、あるいは、家族の愛情を感じられるような形での、それこそ家族の愛情がその、おじいちゃんおばあちゃんを抱きしめるように生活していくとかね、そういうような感じのことを考えながら、どうやったら、お子さんの愛情が感じられるか、どういうふうにやったら、まあ、口で言うのすごく難しいんですけど、そんなような感じでいろいろなことを、小さなことの積み重ねのデザインなんですけど、聞き取りをちゃんとして、それでそういう形でデザインをしていくっていうことだろうと思います。これハワイでね、今みたいなことをテーマにっていうか、これやってるデザイナー、住宅のデザイナーってたくさんいらっしゃるんですか？エイジンインプレイスをやってるデザイナーってのは私を含めて2名だと思いますね。だけどもう一人の方はどちらかというと、もう少しなんていうのかな、実質的なこと、ハードより、まあ、いわゆるだから安全性と快適性、私はもっとなんていうのかな、ある意味で観念的っていうか、ある意味で心の方のケアを私は実務的な ADA とかユニバーサルデザイン、バリアフリーだけではなくて、心に寄り添うようなデザインを私はどっちかというとフォーカスしてあれしてるんです。やっぱこれね、今までのデザイナー教育とかさ、建築士教育じゃないところだよね。ですかね。これね、ドクターなんかにも言えてさ、私手術うまいですよ、手が器用ですよとか言われても、それは重要だけどね、高齢者のこの尊厳だとか生き方っていうのを分かってないと、ちょっと不安な時代だよねって気がするわけですよ、実言うと。それを引き出して形にしていく、でその後も多分フォローが続くじゃないですか、どうですかみたいな。やはり私が、母と一緒に暮らし始めてから、そういうことをものすごくね感じるようになったので、やはり母が先生っていうか、ある意味でデザインの先生みたいな感じで、こういうふうにやってあげるといいんだなっていうようなこととか、いろいろな意味で気づかせてもらったりしてますね。なるほどね。だからお母さんから学ぶ。そうです、まあ、一緒に暮らしてらっしゃるからね、今ね、ハワイでね。あれ、お母さんはハワイに行ったのがおいくつで、な
あの何年今ハワイにいらっしゃるの？78の時なので。78から今91で、もうすぐで92なのでね、あと2ヶ月ぐらいで92になるので、やっぱ10年、もう10年以上ハワイで暮らしてらっしゃる。でもお母さんの中に出てくる物語っていうのはやっぱかなりの部分日本なんですよね。やっぱね、さっき洋裁、ミシン、なんだっけ、お茶ですね、お茶とかね、これがアイデンティティっていうか、もうお母さんの中にもうずっとある、なんだ、物語っていうか、それで生きてらっしゃるわけだよね。そうですね、あの、まあ住んでるところはハワイというだけで、基本的にあの毎日和食だし、和食か、毎日和食だし、今日もサバの味噌煮なんですけどあのそんな感じで毎日あの和食だし、基本的に和食の生活で、あんまりもうね、あの出かけたり、さすがに92になるとあんまり外に出かけたりしないのでね、この前ひ孫と一緒にあの、はいはい、亀を見に行きましたけど、海の中にだから足使って亀と一緒に、ひ孫と一緒に写真撮ったりとかしてましたけど、だからあのそういう意味ではハワイなんですけど、日々の生活はどっぷり日本なので、そういう意味ではだから、でテレビ番組もあのそれもだから住環境の一つになるんですけど、日本のテレビが全部見られるような環境にしてあげたりとか、そういうこともあの考えながらね、あの基本的にだからこの家の中はホノルルであるけれども日本だなというふうに私は思ってます。そうか、やっぱりこう自分の物語を環境の中に再現してるんだね、やっぱね。そうですね、それが快適性とか心地よさにつながるんだね、きっとね。そうですね、あれ、あの朝起きて私はあここは日本だというふうに勘違いしちゃうことってないんですか、まだ。それはない。そう、あのまだ頭はね、おかげさまですごくシャープなのでそういうことはないんですけれども、ただあのこの前の時にも申し上げたかもしれないけど、あの日本の旅行を2週間ちょっとして帰って、空港からね帰ってくる時に、ああお家に帰ってきたのね、嬉しいわって言ってくれたことが私にとってはすごく嬉しかったっていうか、だから、あ彼女にとってはここが家なんだなっていうふうに、だからそういうふうに思える環境を作ってあげなきゃ多分、そうそう、あそれすごいいい話でね、あの帰りたいお家がやっぱりお家なんですよね。そうなんですね、あの出かける場所じゃないよ、やっぱお家って帰る場所ですよ。だから僕がほら帰省っていうじゃん、日本で、あのふるさとに帰ります。僕は青森ですか、青森だけどやっぱりあの家に帰るって言うけど、僕の息子はおばあちゃんのところに出かけるって言い方するからね、帰る場所じゃないんです、息子にとっては。もちろん暮らしてないし、僕にとっては帰る場所、息子にとってはお出かけの場所なんです、やっぱり。でお母さんがね、娘のとこに行ってくるよねじゃなくて、やっぱ帰ってきたよねっていうのは、やっぱこれが重要だよね、やっぱね。だからいい環境なんだと思うよ、だからそこにお嬢さんもいるしはい、でも互いにあの、うん、性格がきついので時々あの小競りはありますけどまあこれも含めてあの重要なコミュニティだからさ、それは重要だよ、やっぱり、うん。でちょっと さっきのね、ね、もう一回ちょっと発音してもらうと、エンブレーシング、この抱きしめるようにということが、自分を抱きしめるように、その自己肯定、自分を、年を取った自分、あるいはこういうことを考えている自分を自ら抱きしめるように受け止めていこうっていうことが大事な時期に入るよねっていうことだよね。それをこう住まいに置き換えると今みたいな話になるし、でそれが達成できないと非常に居心地が悪い高齢期になっちゃうよね、やっぱね。年を取った自分を否定して生きていくっていうと辛いよね、やっぱね。
だからさっき言った路上部に入るときに自分で選んできたわけじゃないから、あの知りたいとかと、日本の路上ホームって8割9割が認知症の方がご入居されてることが多いので、でその路上ホームがお家にならないと夕方になるとお家に帰りたがるんですよ。ここはお家じゃない、そりゃそうだよね、でも帰りたい帰りたいって言って、お世話になりました、 おいくらですか、今日のサバ定食いくらですかって言ってね、あの旅館だと思ってる人たちがいて、それってね、あの感性鋭いですよ、やっぱり。なんか伺ったことがあるんだけど、介護施設の前にバス停があって、バスの止まらないバス停、あのバス停のある介護施設があって、うん、あの帰りたいって言うと、その入居者の方と看護婦さんが一緒にそのバス停に座って、バスが来るまでずっと何時間か待ってて、今日はバスが来ないみたいだねって言って、あのお部屋に帰るっていうのがあるっていうのを伺ったことがあるんですけどね。やっぱり帰りたいと思うんですかね。いや帰りたいと思うのが、まあ、ある意味普通で、お出かけした場所にいたらやっぱ帰る場所があってしかるべきでね。で夕方になると人間って当たり前のように帰りたくなるんですよ。だってそういう生活をずっとしてきたわけでしょ、学校でも会社でも。だからそ当然なんだよ。だからそこら自宅に、その老人ホームとか、そこがその人にとって自宅になってないと当然帰りたくなるんですよ。それがね、一つのバロメーターで、まあ、認証の方々の、まあ、僕ら周辺症状、最近 BPSD って言ってるんだけど、しょうがないよねじゃないんだよね、まだお家になってないんだっていうところをやっぱ受け止めていくしかないんですよ。どういうふうにしたらこの人にとってここはお家になるんだろうっていうね。でお家だからこそ安心してもらうということを一つの課題としてやってるわけですよね。それは空間、それから言葉遣い、関係性という、だからね、お家だというふうに騙すって意味じゃないんですよ。お家だというふうに納得してもらうっていうか、理解してもらうプロセスですよ。でこれがね、建築家の富山忠司先生という人が表現したこういう言い方だったんですよ。自宅ではないもう一つの在宅って表現を老人ホームに適用したのね、使ったの、うん、大丈夫、帰るお家はある、あなたのお家はあるけど、ここは今もう一つあなたの在宅ですよ。残念ながらお家行ったら車椅子でも置けないし、お食事も不安だから、そこは認めるけど、あなたにとってここはもう一つのお家だよねっていうことでいいっていうかさ、で帰る家がないって辛いよね。まあ例えばもう壊れてないとか、他人の手に渡ってないっていうことも含めて、こう思い出としても自宅がないと、老人ホームとか今の住まいを自分が住んでる住まいというふうに認識してくれない人たちがたくさんいる。というなんかね、まあそんな感じかな。だから住環境だとか関わり方だとか、高齢期のこの脳機能だとか物語って非常に重要なんですよ。だそういうのを玲子さんがお仕事通して聞いてあげるわけでしょ。そうですね。黙っててこういうの作ってくれっていうふうにはなかなかいかないと思うんですよね。こういう時はどうですかとか聞いていかないと、プロとして。そうですね。老人ホームってそれができないんですよ。あなたのためにお家作りましょうっていうのがなかなか難しいので、まあ強いて言えばね、個室なんですよ。個室は作り上げられる。でも共用部っていうのはある程度最初から設置しとかなくちゃいけないので。そうですよね。今みたいなことを
総合的に表現した共用部を作るエントランスだとか玄関とかリビングダイニングっていうのはおそらくこういうふうにすると落ち着くかな。でも個室は完全にあなたが作ってくださいでいいので、なるべく自分が大事に しておけるようなものを置いておけるスペースがあるといいですね。そう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 。ただね、日本の老人ホームって病院の延長上から始まってるので、あの持ち込み制限があった時代が強いんですね。特にあの4人部屋6人部屋になってくると段ボール1個ねっていうね、で危険なものは持ち込まないでねっていう風になってくると、すげえなんかこう帰宅願望が抜けないんですよ、そういう人って。そうですよね。そうそう。だからここが病気で治療のために2週間入院してる場所ですっていうんだったら理解できるけど、それをね、だましだまし2週間もう2週間もう2週間ってやってて自宅に変わらないですよ。そうですよね。あのね、変わるのはね諦めなの。なんか最近帰りたいって言わないなと思ったら、あの自宅として認識したというよりも帰ることを諦めたっていうのはもっと辛いよね。人間性がね落ちていって笑ったりお話ししてくれなくなる。それは悲しいですね。でもね、多い。それはな、環境的にも多いし、そのコンセプトっていうかね、ケア方針的にもまだそこまでいってないところもあるかな。そういう意味ではさ、あの玲子さんの役割とか今日こういったお話ししてることがね、あの社会のこの変化に貢献できるんじゃないかなっていう期待は僕は大きいですよ。ありがとうございます、ね、いや、あともう一つおすすめしてるのはやっぱりあの断捨離をするときにね、あの近藤麻理恵さんの方法があ るんですね。近藤あのこんまりメソッドって言ってますけど、近藤麻理恵さん、でそれこそ一つ一つのものを手で取ってみて自分で抱きしめてみるんです、うん、それでそれは取っておくべきかどうか、心がワクワクするようなものなのだったら取っておく、そういうふうにならないのであればあの処分する。それを全部のものにやることによって自分の周りに好きなものだけ、うん、自分のことを抱きしめてくれるものだけ残っていくんです、うん、でそうすると数少ないものしか残っていなくても心があの引き立てられる、あるいは前向きに暮らせる。だから私はあの、まあ、近藤麻理恵さんのそのお片付けの術も実はお勉強したんですけど、すごくね、うん、大事なプロセスだった私は思っています。具体的に物を抱きしめてみるの？そう、あのベッドの上、ベッドとかね、あのお部屋に例えばお洋服だったらお洋服を全部出すんです、クローゼットに、はいはいはい、でその中から一つずつ取り出してあのなんていうのかな、テストしてみるっていうか、これは私のことを抱きしめてくれるものって思ったら取っとく。そのプロセスだから何日もかかるんですよ、何日もかかるんですけど、それをやって断捨離していくことがいかに、だから本人にとあのお金の、これはあのブランド物だから取っとくとか言うんじゃないんです。ブランド物でも捨てるものはたくさんあるんです。そうだね。例えば服だったらさ、もうこれ着ないかもしれないけど抱きしめてみたら残しておこうみたいなことがあるってこと？あるっていうことですね。うん、まあ、だから思い出だよね、もの自分の物語で、あの利用価値があるかどうかっていう、そういう話じゃないんだねきっとね。違いますね。でもそれ大事だよねやっぱな。そのプロセスってすごく大事だと思います、本当に。だそういう抱きしめるか、あ、そういった物じゃないんだね。だからね、それはね、思い出だったり自分そのもの、だから自己肯定みたいなもんなんだ。そうですね、本当にそうだと思います。なんか
あの抱きしめるっていうと日本の感覚から言うと少し気持ち悪いのかもしれないんですけど、あのとっても、うん、あのなんていうのかな、私は大事だと思ってるんですけどね。いや、ほら抱きしめるって普段僕男性としてあんまり使わないからさ、でも今のあれだったらよくわかる、うん、男女関係ないなみたいな、やっぱね、僕はこの高齢期ね、あの日本ウェルジン協会っていう、まあ、あの協会の僕会長も務めていて、高齢者疑似体験プログラムっていうのを提供してるんですよ。でこれね、カナダのオンタリオ州から導入したプログラムをずっと運用しているんですけど、最初はね体の衰えに対する体験だったんですよ。目が見えなくなる、見えにくくなる、聞こえにくくなる、歩きにくくなる、あるいは物を持ちにくくなる。でそれで高齢者の心構えとか機能を支えていくためのプログラムだったんですけど、その中にね、もう一つあの認知症とか看取り体験というのを入れたんです、2019年から。あの認知症になったこの覚え、なんていうの、記憶が少し悪くなるっていうかね、それからそろそろ死が近いよねって言ったのって日本でタブーだけどさ、でもそれを最近言わなくちゃいけないし、それ未来だよね。記憶が失われるっていうのは過去なんですよ。で現在に混乱が起きて、でもそろそろ人生が終えるっていうのは未来なんですね。それが1週間か1年か分かんないけど、未来どういうふうにして過ごしていきたいっていうところをちゃんと仕上げてあげるっていうか、デザインしてあげる。なのでね、それをずっとこうやりながら考えてるのは、生き方って本当に分かんないなって。生き方の学びの場とか体験の場がない。体のことはまあまあ理解できるようになったし、認知症のことも分かるようになったし、まあ看取りも やってると手順は分かるけど、分かんないのは高齢期の生き方ですよ。まあ、高齢期をどこに置くかですけど、まあ、僕らだったら60代、お母さんだったら90代。人によって健康年齢が違いますからね。違う。でこれをでもある程度自分で考えられるっていうか、選択できるようにならないとさ、後悔するんじゃないかっていうかね、ご本人も周りもね、そういう時にどうしたらいいんだって言った時に、僕はね、物語、一人一人の物語とディスカッションから学ぶ。で、自分でそれを判断していく。さっき言ったね、抱きしめるように、自己肯定していく、このプロセスを作り上げなくちゃいけないんじゃないかと思うんです。だから、こんな老人ホームに入りたくない。こんなところに暮らしたくない。年取った自分を認めたくないっていう、こういう人生が何年も続くって辛いよね。本当にね、そうですね。帰りたい場所を探してるけど見つからない人生って辛くないですか？辛いと思います。毎晩夕方お食事の前後にね、お世話になりましたって言われるこの辛さ。その人おかしいんじゃないんですよ。その感覚って正しいと思わない？うん、正しいと思います。夕方になったら帰りたいんだから、うん、だってそこが自宅じゃなくてホテルだったり職場だったら当然帰りたくなるもんね。でも帰るお家が見つからないからみんな困ってるわけですよ。でもね、僕はこれね、一つね、さっきも言ったけど、病院に入院するでしょ、老人ホームでね。で最近は入院期間が短いんだけど、昔結構長い骨折だったら 2,3 ヶ月入院する時期があってさ、でもね、徐々にね、まあ、老人ホームにね、老人ホームに帰りたいって人が増えるんですよ。こんな病院にいるよりあの老人ホームに帰りたい、
その人にとってさ、お家になったんだなと思うと嬉しかったよね。うん、そうですよ。で、どこに帰りたいのって言ったら、その子供たちが行って前住んでたお家に帰りたいっていうふうに言わなくなる。うん、だからもう一つの自宅になった。でもう一つの自宅はたまに行ってね、昼ご飯だけ食べて帰ってくるみたいなね、なんかそういう繰り返しだったよ。でも周りに例えばお友達、いつも毎日見るお友達の顔があったり、いろいろとお手伝いをしてくれるスタッフの人たちの笑顔があったり、そうすると帰りたいっていうふうに思うんだと思うんですけどね。うん、最近日本でね、まあ、今レコさんがやってるようなこの住まいを作り上げるためにいろいろお聞きするでしょ。でレコさんのアウトプットはこのお家をデザインしてあげることじゃないですか、空間だとか。でも最近ね、自分史を作ってあげましょうっていう人たちが多いんですよ。でその自分史もいろいろバージョンがさまざま増えてきていてね、音楽を添えましょう、写真を、動画を、それからこの間もほら講談にしましょうっていうね、いろんなスタイル選択肢が増えてきて、これもねちょっと社会の変化なんだと思うの。自分が生きてきた証を要は記録として残す、でそれをつないでいくっていうね、これが分かんないと、まあ、僕らで言うとさ、ケアプランが作れないし、レイコさんだったらデザインプランが作れないわけでしょ。そうですね、うん、ハワイとかアメリカにこの自分史っていう概念あるんですか、あるいはそういうサービスが少しずつ増えてきてるっていう感じがするんですかね。自分史をお書きになる方は結構いらっしゃると思いますね。自分で今それで自費出版も簡単にできるようになりましたしね、アマゾンをはじめとして、Kindle もそうですけど、みんな簡単に本が出版、PDF とかね、ああいう形でデジタルでできるようになったので、自分史をお書きになることも増えてると思います。まあ、昔で言うと電気だけど、別に売らなくてもね、売らなくても誰かが、例えば家族が引き継いでくれればいいっていうね。なんか石川さんがコメントいただいてます。石川さんありがとうございます。心が穏やかになるのが自宅。そうだよね、ありがとうございます。ありがとうございます。やっぱ安心できるお家じゃないといけないし、だから僕は玲子さんが やりながらさ、このお家はなぜこういうのになったんですかって、一つ一つに物語があるっていうことでしょ。だからここになぜミシンが置けるんですかって言ったら、はい、いやお母さんの人生はこうだったからとかね。え、まあ、小さいことの積み重ねだと思いますけど、何度も言ってますけどね、綿密な聞き取り調査と、やっぱり何をやりたいのかを、どういうふうにやったら長く続けられるのかとかいうことを考えながら作っていくってことでしょうかね。もう人生そのものだよね、こう人生を紡ぐって、物語ってそうでしょ、うん、一つ一つ紡んで、それをどういうふうにするかっていうものも含めてさ、でこれね本当にね重要なの、介護の世界でも、こっちの都合でサービスしちゃいけないんですよ。何事もお食事も今までは管理しやすいようにいろいろと作られていたのが、多分、ね、個人にフォーカスされるように徐々になりつつあるっていうことでしょうかね。そうそうそう。でかつそこに認知症という問題が僕らの場合は絡んでくると、ご本人というよりも専門家としてそれを理解して、認知症の方が過ごしやすいような空間とかサービスに置き換えていって、で実際に登場してもらってね、
あ、笑ってくれたよねとか、混乱してるよねっていうものを見ながら、その人にもう一度カスタマイズしていくみたいな作業をずっとしていくんです。だ、環境プラス人のサービス、あるいは言葉遣いだとか、うん、細かいところをこう少しずつ手直ししながらね。やっぱ環境変わるときっていきなり重要してくれない。プロセスって重要ですよ。プロセスをおろそかにして効率、変な意味効率だけを求めると、その効率がね、非効率に変わる。人の暮らしとしてのダメージになるから。だから幅広いとかね、あの、例えばね、フィジカルセラピストさんっていう職種の方がいらっしゃって、まあ、いろいろなその自宅で、あの、過ごされる方の、あの、なんていうのかな、あの、日本にもあります、フィジカルセラピストさんいらっしゃるのかどうかわかんないんですけど、在宅でのいろいろなことを、あの、お手伝いしてくれる、まあ、あの、専門職の人なんですけど、彼らはやっぱりどうしてもね、あの、介護するそのケアテイカーって言って介護をする方の都合を考えるから、シャワーだけでいいじゃないとか言ったりするんですけど、うん、あの、まあ、日本の方が例えば海外で暮らして、あの、在宅でもって過ごしたいって言って思うと、やっぱりシャワーだけだとノーだったりするので、日本のお風呂文化みたいなのがあるのでね、やっぱりそういうのは大事にしてあげたいとかね。そうすると、じゃあどうやったらお風呂が、あの、介護する側も介護される側も、あの、心地よく入れるかとかいうことを考えたりとかね、いうのも必要になりますよね。それ重要だよね。今もね、実を言うと、あの、食事とかさ、それから排泄についてその議論をさっきの石川さんも含めてやってるんですけど、今玲子さんが言ったように、あの、ケアテイカーっておっしゃったけど、ケアギバーとかケアテイカーって言うじゃないですか、あの、英語的に、この言語学的にちょっと分かんないけど、ケアをギブって与えるか、テイクっていうのは受け取る、逆か。なんでケアテイカーっていうのかっていうのは考えたことがなかったので、ちょっとびっくりした。海外行くと介護士のことをケアギバーって言うんです。で、僕らはケアワーカーって言うけど、ケアっていう言葉自体がちょっと僕最近ケアっていう言葉自体ちょっと、あの、違和感があってね。お世話するっていうことでしょ、あの、セクケアとかね。やっぱりね、ケアの仕事をテイク、あの、仕事を追ってる人っていう意味で多分ケアテイカーっていう。でもね、やっぱりね、主体はご本人だと思うんですよ、うん、おっしゃる通りです。だから、さっきから玲子さんがお母さんの人生を語ってるように、それを代弁してる、あるいはそれをサポートしてるんであって、あの、一方的にあなたはこうでしょというふうに押し付けるっていうことが行われてるとしたら、それはね、あの、労働として、あの、効率がいいように思えるけど、ご本人がそれで不安定になると効率性っていうのは逆に見て落ちるんですね。笑ってくれない人のケアとかサポートとかね、か、死にたいって言ってる人のお食事介助ってめちゃくちゃ大変ですよ。じゃあ、科学的にこの栄養はあなたの体を整えるんですっていくら言ったって、私は今日は食べたくないんです、ここは私のお家じゃないんですって言われたら食べてくれないよね。いや、だから母も時々言うんですよね、あの、私が作ったご飯を、あの、残していいかしらって、私のことを気遣って残していいかしらって言うんですけど、うん、だから、あの、まあ、娘だからね、そういうふうに多分言えるんだろうと思うんですけれども、でもそれって重要だよね。こう配慮する、ね。ご飯作ってくれた人にありがとうとか感謝したり配慮するっていうのは重要だけどね。でもそれが監獄のようにさ、管理されていて食べないと私困るのよとか、あの、栄養がなくなったら私たち大変なのよとかいうものが含まれてると見抜かれちゃうよ、やっぱりそれ。
そうですよね。だからそこの辺のバランスの難しさってあるよね。食べてもらわないと困るけど、ご本人の物語とか希望にはどうなんだろうと。まあ基本的にあのね、何でもあの楽しんで食べてくれればいいなと思ってて、だから、それ重要。うん、時々あの串団子がお昼だったりとかするんですけど。いやそれはそうだよ。それがかね、あの栄養学的に間違ってるっていうふうに言われようが、ご本人にとってはそっちの方が楽しいんだったら、たくさん食べてくれることの方が私は嬉しいと思いますし、ね、いや僕もそう思いますけど、やっぱこう管理されるっていうとちょっと違う選択肢をついね提供しちゃうからね。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。この60分すげえ 僕にとって非常に中身が濃くて、いろんな発見がありました。なんか取り留めもないお話で、すごく関連的なお話だったり、人によってはレイクさんの話めんどくさいとか思われる方もいるかもしれないんですけど、僕もよく言われるんですけど、でもね、あのもうそういう時代でね、めんどくさい話を丁寧にしていく時代ですよ、一人一人に向かって。でこれはね、あのちゃんとした教育だとか、ちゃんとした思いが共有されてないと難しいっていうのが僕の肌感覚なんです。だから少なくてもこういうことをちゃんと目指したいとか、こういうケアをしたい、こういう関わり方をしたいというところがあって初めてね、この先に進めるような気がするわけです。全員に同じ気持ちになってくださいって難しいけど、でもあの高齢期の悩みを聞いてると分かり始める。だからお母さんの生活だとか、一緒に暮らしてるお嬢さんの捉え方だとかいうのを、こういうライブみたいなものを通してね、多くの人に共有する機会がやっぱり僕は必要だけど、まだまだ少ないと思う。だからあのぜひ続けていって、エンブレッシングね、はい、エンブレッシングエイジングね、抱きしめるように年を重ねたい。それは具体的に何だっていうのは今日入り口ですけど、なんかこうヒントが見えてきたような感じがします。レイコさんどうですか、なんかあの最後、日本の方、アメリカに暮らす日本人の方に対して一言。今日なんかそれが置き去りになっちゃったかもしれませんけど、いいんだよ、ね、どこに住むとかいうことではなくて、やっぱり自分のため の、 あの生活空間を作るっていうのがやっぱりエンブレイシングだと思うので、うん、エンブレイシングね、はい、うん、っていうことでおしまいにしたいと思いますが、はい、決して僕らこのレイコさんと思いつきでやってるわけじゃなくて、さまざまなディスカッションの中で、まあ、こういうことが必要ですよねっていうことで、まずじゃあ情報提供しようというふうにして、今日のこのライブにしています。で日本から、いや海外に暮らす日本の方々で日本に帰りたいという話もご相談受けてるし、じゃあ具体的にどういう手続きがあって、日本の介護はこうなっていて、自分の思いはこうでというような相談だとか、あれ具体的にじゃあアメリカに住み続けようって言った時に、じゃあどういう住環境が必要なんだとか、どういうふうに仲間をアメリカで高齢期作っていかなくちゃいけないんだということを、まあ、レイコさん、まあ、今ハワイにいらっしゃるので、まあ、そういうコミュニティ、そういう活動の場を作っていこうというのを今準備を進めているところです。ですから、まあ、今言ったようにね、高齢期不安です、日本にいる家族の介護が不安ですという方は、まあ、とりあえずライブに聞いていただきながら、あるいは連絡くだされば一人一人まあ、ご相談というか対話をさせていただきますので、引き続きどうぞよろしくお願いします。レイコさん今日はありがとうございました。こちらこそ本当にありがとうございました。はい、皆さんまたお会いしましょう。失礼いたします。エンブレッシングですね、はい、エンブレッシングです、はい、はい、失礼いたしました。